側点文字。側点文字は、中国、武州の女帝部側点が制定した漢字。側点神事、武甲神事とも言われる。陸書の文字分類では、小形文字あるいは、会位文字である。ユニコードでの番号は、参考資料、注釈を参照のこと、以下このページにおいて同じ。部側点が権力を誇示するため、あるいは個人的な好みや考えのため制定されたと、される。 不足点が失脚するとほどなく忘れ去られた。日本で最も有名なのは国の字で徳川光国の名前に使用されている。この字は国のあるの部分が枠に通じるので不吉だとの理由で国構え、国構えに八方という字が入れれた。また、地は土の上に山水があるという理由から代わりに土の上に山水を乗せる字が考安。 使用された。真は、ただしを第一にせねばならないという考えから、ただしの上に、一を乗せた字、が、真の代わりに使用された。不足点自身の名前、昭和、となった。空の上に、日、月であり、この字は、不足点のためだけの文字である。不足点は、中国史上ただ一人の女系であり、今までの習わしを何でも改めるのが好きな人物であった。 彼女が変更しなかったのは服装ぐらいのもので、まず国語を唐から州に変えた。改元は頻繁であり、官職名も変えた。中でも有名なのは新たに字を作ったことである。彼女は自らの思想と政治力によって、あたかも服を着替えるかのように簡単に文字を変更した。この文字は、後世、側転文字と呼ばれるようになった。例えば、天の文字はに改められた。 これは、天の字の天書体である。もっとも、このように形を書いただけの文字は例外であり、ほとんどの文字は新たに作られたものである。側天文字が何文字あるかは、よくわかっておらず、12、16、17、18、19、21個の各説があり、すべての説の文字を合わせると30字前後になる。もっとも、印刷や手書きの都合で、 遺体字となっているものもあり、現在のところは十七個説が有力である。測定文字が使われたのはわずか十五年間であったが、従来の文字にも影響を与えた。文化財などに書かれた文字を見ていくと、不足点の前後の影響がよくわかる。不足点が退位した七百五年三月三日、福井下中層は国語を等に戻した。測定文字は公式には廃止され、私、 文書においてもだんだんと廃れていった。現在中国では全く使われていない。最も当時の不足点の意向は絶大だったようで中国国外にまで伝わっている。また昔からよく文字研究の対象になっている。本稿の月日は中国歴によるものである。新当初あるいは史実眼などの詩書によると、即点文字は不足点が考えたものではなく、 老いの総広試却に命じて作らせたもののようである。当初公表されたのは十二文字であり、正、天、地、日、月、星、君、新、はじめ、初、年、生が、それぞれに改められた。このうち、との二文字が組み合わされて、年号、最初として使われた。制定当時、不足点は、改元、最初者分で以下のように述べている。 これ以後、武足典は、部と改名し、の字は、引きとし、他人が使用するのを禁じ、以前の、長の文字も使用が禁止された。当時退院させられていた、中層の長男、武足典の孫である、李茂ゲルは、なお、李茂ゲル順と改めさせられた。最初元年正月8日、西暦689年12月25日、即典文字は、正式に交付された。 なお、旧当女形石史には、次回百貫大成天候戦、新当女芸文史には、武功、次回百貫の記述がある。最初元年、690年7月、聖母神の即位前に、武足天が自身をこう呼ばせたの不足点は、仏天大運業の中に、魅力構成、女子ため王といったことが書かれていたことを利用して、 落葉白馬寺十字の節懐とに命じて注釈書、大運行書を書かせ、その中で不足点が行為につくことは仏典に定められていることだと宣伝させた。この本は全国各地に反布され、この本と共に即天文字も全国に広まった。なお、懐とは不足点の愛人であるとされている。同年9月9日の徴用の日に不足点は 正式に行為につき、年号を天授に改めた。天授年間、字の字画に変えられた、天の字はすでにに変えられている。695年、元号を、明石星に改めると、明石、明石の字我に、星の字我に改められた。同年6月下旬、国、国の字画に改められた。西暦年間、698年、神の字に変わってが登場した。 測天文字は以上の十七字と考えられている。字に二十一字と言われることもあるが、これは昔の学者が唱えた説が未だに信じられているためである。測天文字は不足点が行為についていた十五年間、六百九十年から七百五年には広く使用されており、石碑や仏典などに盛んに記された。現存する不周期、不足点の小さの悲鳴。 母子名によく表されている。不足点は705年に中宗に行為を譲ると間もなく他界した。中宗はすべての制度を昔の高想へや辻時代に戻すように命じ、合わせて即点文字も廃止された。これに対して不足点の親戚の竹三氏らは、イコゴや女官のと結託して、長官氏ら重臣五名を追放し、県政を振るった。これを機会に、 時藤左補欠の剣和歌突は中層に相乗し、即天文字を復活させる子が他界した母親への高校であると提案した。中層はむね剣和下の指示に従っていたが、即天文字の復活だけは認めなかった。文層の知性となっていた改正2年837年10月、即天文字を元の文字に直すことを命じる証書が改めて反布された。これは逆に言えば、 この時まで側転文字が使われていたことを意味し、150年間通用していたことになる。ふと字が側転文字に改められた箇所。東欧朝は側転文字をすぐに撤廃したが、中国国外には広く伝わった。特に火星回廊、玄関縮小と、西域、原神経、中央アジアである。中国では15年間しか使われなかったのに対し、 これらの地域では200年にわたって使われた。敦煌では中国で失われていた大運行、大運行書といった書物が見つかり、貴重な研究資料になっている。部分的にではあるが、日本や韓国にも伝わった。例えば、江戸時代の大名、徳川光国は正しくは、徳川光国と書かれる。これは、あるの字が枠に通じて不吉だったからとされている。また、 本国寺は三つ国から一寺をもらって本国寺となっている。そのため、国の寺は日本で最も有名な側転文字であると言えるだろう。不側天の被告は後世に数多く伝わっており、とりわけ彼女の自筆、小泉大使妃が有名であり、千古微文と呼ばれている。右上の写真はその拓本の断片で、自身の尊号、大衆天冊奏は聖人皇帝の天の字が、に、 生の字が、になっている。河南昇進案件鉄門鎮にある、千洞司祭被告には、側天文字が数多く書かれている。後世の難関創建者である、劉岩尾は、不足天を真似て、自分の名を表す文字、音、やん、中音符号を創作した。この字は、天を飛ぶ竜を表している。現代中国では、寒帯野山、として書かれる。近年では、 漢字を使用する各国いずれとも、側点文字が日常使用されることは稀である。小仙大使碑、使用仙大使秘の顕碑は、聖、歴二年、六九十九年。不側点は国を州と合したことから、古代の州の大使の病を修復し、これを記念して自ら潜文し、自ら書し、顕碑した。奇跡は二十六センチメートル、百六十センチメートルと、 非常に大きな立派な石踏みで、河南省園志士の仙君料に現存し、保存も良い。比較は、被白体で、朝鮮大使の日の六時を二行で入れ、日分の三十三行派行相体で書かれている。ただし、首行の大衆天札かなわ成人の定御生御所と、 末行の西暦二年祭事おのれい月更新一日十九日、水の枝手だけが解書体で、この解書部分だけは、節気日によって書かれていることが、品の諸国によって知られている。この石文は、碑文に総章を用いた石文として、また、女性の書費として最初のものである。碑文に行章を用いた最初の石文は、体操の新氏名であり、この 新氏名の被学も被白体で書かれていることか、これを意識してのことと考えられる。不足点の書は、体操の影響を受けて、堂々たるものであり、同じく体操を学んだ、高僧の書よりも、高市強である。非、対南谷は、不足点の書について、よく古典を習って、出力もあり、実力はかなり評価すべきであるが、決体、洋筆ともに変化にとしく、 技巧的な表現に止まっている。また俗な性格を表現しているので拡張が下がり、通俗的な面白さの範囲を出るものではない。主意と述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。